リン、長浜はもう、これ長浜焦ってますね、今、足チェックするときに、ぴょ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 ってして、落ち着けって言いましたね。負けられない試合ですからね、お互い。お、冷静に読んでますね。この試合は、はい。なんで長浜が勝てばはい。まだ望みあ望り。みがあり。で、大畑が勝てば。次の試合で、負けな、大畑は負け負けな以け上、れはば、い。いいのよ な。はい。そうですね。わあ、もう一気に攻めて。もうえぐいよね、えぐいですね、もうすえぐいえぐい、ぐ。この日の大畑はね、すっごいえぐかった。もう勝ちにこだわってるっていうそか。う、で、長浜やし、すごいえぐかったよ。今度えぐいな、思ったもん。これやばいですね、こんな人の体って反るんだって思いね。ましたもん。ひろちゃん、ようご飯食べるのよくこんなにそれるよね。そういうところとはまた別なんじゃ別ないですなんやか。ろか。よーそれ。ああ、やばいやばい、ちぎれる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 もうこんなん、ちぎれるちぎおれじさる。んだ、ちぎれてるもうちよ。ぎれてますね、自分だったら多分。どっか何箇所か多分折れてる折と思れいてるますよ、こね。れ。いやー、ダメだ、ダメだ、ダメだ。もう、だって球体になりそうですよ、だって。これなんか中国雑技団、はい。雑技団とかいけるよね。本当ですよ。うわー。うわー。えぐ。これヤフーニュースに載ってはたんですよ。エリカップ対アイカップの戦い。おっぱい対決みおったいぱい対決って載ってて、父関係ないやんって書いてもらったし。そこじゃない、そこじゃないですよね。父注目関し係てなもいらうやんというと。思ったけど、でもまあこれでね、まあまあ、F カップとアイカップってところでお客さんの目が止まるなら、そうですね。きっかけになるのであれば。いいです、いいです。ね、不細工なアイカップと F カップちゃうしね。そんそうなで不細す工でね。もないからね、この子たちも。ああ、もう腰攻めというか。ああ。破壊力。お、返せ。ああ、もう読まれてるな、全部。わお。これも、この角度。あ、しっかり、ああ。何や、今、西村修抱え込み式、逆襟固めかと思ったのに、違うのかな。抱え込まなかったですね。あ、やばいやばい。これもすごいショック。私、新人の時、もうちょっと痩せててんやんか。あ、はい。はい。もうちょっとでもうだいぶ痩せとって。は門倉さんぐらい痩せとって、ほんまに。い。さあ、でも結構腰柔らかいはい。はい。はい。ね。逆エビで、ぐわー反られて、一回腰もらったことある。わあ、そんなグリーンっていくぐらい丸くなったんですね、じゃグリーンって言って抜けた。あ。で、ギブアップしたけど、さすがに痛くて。先輩がね、ぐわー上がってきて、なんか、結束が上がってきて、大丈夫とか言って。いや、もうそうですよ、そんなになった日には。ああ、やばいやばい、これやばい。足、気にあなるあ、ね。そうですね、足が太いですね。わああ、わえぐ、えぐ、えぐ、えわわ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 わ
ら最後になっちゃう。一週間どころじゃないと思います。しっかり、いやもう頑張れ頑張れ頑張れ。届かない。頑張れ頑張れ。届いた。行き過ぎちゃったんだな。あ、勇者いらっしゃいませ。勇者ありがとうございます。こんな月末にありがとうございます。あ、頑張れ。お、カウンターで。頑張れ頑張れ。わあ、わあ、全部読まれてる。これもエグいな。腰がもう。なんかさっきも腰攻めやったけど、はい、ちょっと違う、ね。ちょっと違いますね。なんかこう攻めのこうタイプが。何やろ。同じ腰でもバリエーションがいろいろ。エグいね。はい。
さっきのもよくだったけど、はい、最後のあの最後の春樹があの、うん、あの裏感落とさんがよくかった あれはもうすごかった、あれは一番よかったです。すげえな、わあわあわあ、大丈夫かなこんな。大丈夫やろ、ご飯食べとったもん。わお、攻め続けてるよな、すごいですね、すごいな大畑。そして攻めのバリエーションがまたなんか同じ腰攻めるのにもあの手この手と、すげえな。いや大畑ってほんまに、はい、もうこの今回のこのキャッチを見てて、はい、余計こうなんやろ、リングマスターやね。そうですね、牛耳ってなったね、はい、全部の試合ねコントロールしてますね。一瞬の隙を突こうにもなかなかこう隙がないの、はい、お、あ、これ必殺技、あ、ギョプサル、あ、ギョプサルさえもギョプサルさえもあかんか、うわお、すげえな、切り返しがもうなんか全部読んでますね、読んでるやろ、ほんで、返してからの、はい、フォローがめっちゃ早いね。そうですね、次の展開に行くまでのめちゃめちゃ早いね、道筋までちゃんと計算されてるっていうか、もうこれちょっと長浜カサドーラも封じられ、ヒルギョプサルも封じられみたいな、次は何で行く、うん、カルブとか出てくるのかな、ね、チャーシューもやられましたから、チャーシューもやられましたからね。お、どうしたあ、カサドーラ、カサドーラ決まった、なんとかカサドーラおかわり、もう一杯おかわり、あ、ちょっと崩れたけど、もう一杯おかわり、すげえ頑張れ頑張れ、おお、すげえ、めっちゃ絡み、めっちゃ絡みついてきますねいやいやこんなすげえ絡みついてくるおお、頑張れ頑張れ、いけいけ、あ、あんなところによう入るなこいつ、ねえ頭打ちそうな、あ、いけいけ、まっすぐ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 、お、あー返された、わわ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 、うわ無理くりぶっこ抜いた、おすげえな、無理やりぶっこ抜く、まだ体力が残ってる、すごいっすね、これ来たら次ぶっこ抜いてやろうって思ったんでしょうねきっと、うん、カサドーラあんだけ連発されたらてめえこの野郎ぐらいあーやばい、長浜もちょっとあんだけ動いたらちょっとスタミナが、ここでちょっとスタミナの部分で差が出たね、はい、一気に攻めたものの、やっぱりその、ね、代償は大きいですよね、頑張れ頑張れお、頑張れ、あお、おお、すごい体勢から、おおおお、すごい体勢から入りましたね、今のやばい、これ一応発表ではあの裏カサドーラからのジャックナイフ、いやそんな名前あかんって、まあ、なんか必殺技のまだ名前がないんじゃないですかね、なんか違う技に、はい、なんか名前つけたらね、8分33秒でしたね、名前何にする、何ですか今の名前、今ここで考えていいんですかね、何にする、なんかありますかね、何にする、何でしょうね、肉の名前だったらベーコン系か、まあなんかあと何ですかね、札幌の後でしたよねこの大会が、ジンギスカン、ジンギスカン的なのとかですかね、ラムシャブとか、ラムシャブとかラムジャムみたいな、ラムジャムみたいですけどね、ラムシャブあ、角煮、いいね角煮、いいね角煮、この後のまた長浜のマイクがすごい良かったんですよ、ね、ちょっとね嬉しかったんですよ、マイクも
放送されるかなこれ。あ、放送されます。 OK。 あ、 BBQ でもいいんじゃない。ああ、いいですね、そういうのもね。辛そうでも本当にもう勝たないと、もう後がなかったんですけど、勝ったんでまだまだ上に行ける可能性は自分にあります。28日大発3対サリーさんの試合で全てが決まるので、私は全力でサリーさんの応援をします名言やからねこれまあそういうことですもんね。絶対にサリーさんに勝ってもらってもう一回大畑さんとどっちが上がるか。そうですね、同点になった場合ね、決勝しないといけない。今日は本当に会場ありがとうございました。おっさんみたいな咳込み方しますからねこいつそれだけ辛さを物語ってましたねこの試合のね。そうですね、はい、すごい試合でしたもん。頑張りましたね。あ、姉ちゃん頑張った。頑張りましたね。これは本当に。なんとかなんとか耐えていろいろ考えてなんか狙ってたんでしょうね。ね、あの裏カサドーラはだって初めて見たもんね。はい、あ。真ん中形でも入ろうと思ったら入れるんですね。なんかそのね、すごいですね。すごいな、はあ。やっぱこだわってなんか攻めたって感じしますね。